気にするわけですよ。頼むよ。頑張ります。いい。なんかイケてるよ今日。なんかやりそうなもの出てる。マジで。いや、そうつもりです。ね。やるだけ。ビビ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 。やだ。いやイケてるイケてる。ありがとうありがとう。今日会えた何番？え80番いただきました。でかいからね、ユニフォーム。はい、多分今日足まで来ると思うんでドレスみたいになると思いますけど、頑張ります。頼む頼むぞ、松潤。はい。動けると思います。昨日いいシュート打ってたもんね。シュートは良かったですね、昨日。ね、頼むよ。はい、今日2点入れんの？はい、2点入れんの？あ、今日はちょっと、いや1点は決めようかな。いいね。今日いつもより1個前だからね。あ、ハーフですか？ 4-2-3-1 の右。あ、4-2-3-1。あ、はい、そう、平野のとこだね。頑張ります。尾関とかが左で突破するから多分。あ、もう中もらってた。そうごっつんゴール任せてください。頼む。はい、うまい。頼むよ、公式戦。はい、チアオリ。あ、いいよ、しまち。ナイスチアオリ。チアですか？あいつは休国です。そうなん？はい。え？頼む。走りまくればいいから。はい、取れました。です。不真面目な。昨日、大丈夫？筋肉痛大丈夫？来てます。来てる？1時間半ずっとシュートキーパーやってたから。いや、でもそんなきつくなかったです。あ、本当？結構止めてたよね。いや、まあ、高校よりは。ああ、なるほどね。いいね。食ってるね、ちゃんと。頑張ります。頼む。そして、頼むぞ。大一番。もう コンディション調子良さそうだね。コンディションはいいですね。もう朝をボール蹴ってきたんで。マジで行けます。左でずっと。あ、そうっすね。うん、左に裂きます。頼むよ、今日頑張ります。今日いいんじゃない、やりやすいんじゃない、今日やりやすい。うん、トップ下だし。あ、トップ下。うん、右かと思った。右よかった。え、右は誰ですか？うんと、まさき。まさき、うん。先生ってだけ、うん、頑張って早い時間取れるように。そうだね。して俺狙ってる。楽にゲーム進めれるように、うん、ちょっと頑張りたいなと思います。めちゃくちゃ期待してるけど、ショー通ったら頼もしいと。うん、全然そんなことないですか？立ち振る舞いたくないですか？いやいや、頼むよ、マジ助かってるから。いやフットサルのやつも別にあれ、みんな普通に足運べば飛ばなくていいセーブを僕は飛んでます。運動不足。あれ、謙虚系だったっけ？はい、謙虚系だった。いや、ここで言っとかないと。あ、なるほどね。謙虚キャラの方が少ないかなと思って。確かに確かに。で、本当に出されるのはもうしょうがないって、ここには出されたくないから、こっちを切りながら、で、こっち側はリュウタに任せて、うん、で、ポジション的にはこう斜めこう縦関係になって、うん、で、ちょっと左寄りから僕行って、こっちに出されたらもうこっちはここから後追いで行って、こっち出されたら連続して僕そのまま行くんで、うん、ここでそのまま やらせるか、縦入ったとしても中盤やると思うんで。それショートさっき分かってたから、ショートに出てもらう感じでも、捕まえに行ってもらう感じでもいいし、そうですね。それちょっとショートの話か。あいつが多分プレスの舵取りみたいにやるから。あっち今。あ、うっす。え、取ってた。え、取ってた。取った。今です。あ、素だったか今。ごめん。ちょっとあの体の向きとかなんか自然になんかなるほどね、になっちゃった。ちょっとマニアックなことばっか言っちゃって視聴者置いてきぼりだった。ああ、そういうこと。ごめん。そう。ごめんね。専門的なところ細かい部分。え、チェック。もうチェックですよ。マジで。頼むよ今日。オーケー。シュート一本も打たせないっていうのがテーマで、うん、守備から、うん、そしたら自然と勝てるから多分このチームだと。よし、行きます。よし、そうだとして、じゃあこっちがどうだったんでしょう。はい、そしたらどうすめる、こういう時から、もう正面立って、うん、で押し上げて、うん、で絶対ここにつけさせる、うん、ここつけさせてもサイドバック上げるっていう、うん、でなんか中途半端に行くぐらいなら止まってもらいたい、ね、あ、なるほどね。そう
壁関係になるよりじゃもういやもうあの清水はこのフォーメーションなら絶対こうです。ツートップにしないとあのフォワード1枚に対してあフォワードフォワード1枚でセンターバック2枚やってる。なるほどですね。ここはあのアヤブさん。アヤブさん。俺出ないよメンバーから。中盤切っても。いやでも。で回させればいい前半からだんだんお願いします絞って1点ぐらい1点ぐらいが顔面を立てるとついていけない頼むよはい頑張ります前半はちょっと応援を頑張りますウォーミングアップしてていいからはいわかりましたありがとうございます史上最悪のパッテリーないよ。
ライボライボ。ナイスボール、ないよないよ。いや、惜しい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 。いや、カトちゃんが。いや、ナイスナイス。いやテント取らせて。まずいないっしょ。お疲れっす。次切り返す。そうだね。はい。お疲れ様です。よし。まあ今日負けたけど、まあ、無敗のチームとかないんで、まあ、早い段階で負けっていう経験をできたっていうのをプラスに捉えるように次に向けて頑張っていきましょう。まだまだいっぱいね課題とかあるけど。これから11月10日17日って8リーグにも出るし、試合感高めていき、で次の24フットボールセンターだけど必ず勝てるように行こう。 OK よし。なんかある人いる？あ、8リーグ10日行けない人いる？11月10大丈夫です。福岡マラソン日本当に言うと思う。マジマラソン福岡ね、頑張れよ。他行ける？大丈夫。小太郎。あ、 OKOK、 大関ね。Okay、 またあの詳細の試合時間とか共有するんで、なるべくみんなで試合に臨みましょう。 OK、 じゃあ締めよう。一本締めでいきます。よーっ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。負けましたね。負けたね。
どうだった試合通して。なんかでも前半はでもいつも通りって感じしたのよ。俺らって前半あんまり良くないじゃん。で1-1までは、あんまこんなもんだろうなと思ったけど、勝ち越された時にまたちょっと焦っちゃったかなっていうのはあるからね。2失点したの初めてだもんね。そうだからそういう意味だと、しかもなんか想定をしてなかったよね。2失点をするっていうことを想定できてなかった。まあ、でもいいんじゃない、この辺でさ、一回危機感というか負けて、やばいなっていうふうに思わないと、また一皮抜けれないと思うんで、そうね、これをリーグ昇格につなげれれば意味ある負けなんじゃないかなと思うけど、っていうふうにポジティブに考えてますが、まあやっぱそう捉えるべきだよね。そうだと思う。内容はね、これからもうちょっと動画も、撮ってくれてるとは思うから、それを見ながら、細かいところはこれから修正すればいいかなと。あと、8リーグ、2試合あるから、そこでも、修正できるかなとは思うんで、頼むっていう感じかな。いや、俺も、取りましょう。どうだった？よかったじゃん。高得に行くのは。そうですね、なんか下で、バックで回すようになってから、自分たちのやっぱなんかリズムっていうか、そうだにできたし、言うてそんなに相手もプレスしてこなかった、まあ後半はそれが良かったかなっていうか、前半焦りすぎてたっていうのもあったんで、はい、勢いあったしな。そうですね、まあもっと決めきるとこ決めれたらなっていう、たら勝ってたかなっていうことです。はい、次頼むよ。頑張ります。24来れんの？ 11 月。あ、24行けますね。よし。はい。頼みます。はい。はい。